大阪府立マムタ高等学校は、大阪府大阪市鶴見区にある公立の高等学校。高校生急増期の昭和後期1975年に、誘致運動を受け、府立96番目に新設されたマンモス校。生徒の89%が、自転車通学で、事実上の地元集中校となっている。1971年誕生の黒田革新不正が、 高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に不立高校を新設。各自治体が地元誘致運動を進め、1973年度に開校が計画された13校の一つ。地域からの高校増設要求を受け、不立96番目上東区で初の普通科の分区された鶴見区で初の不立高校として設置された。公明の マムタは、かつての川地国の軍名に由来。学校建設の際、高知から、マムタ安大石が出土した。鶴見区の東端、東大阪市、大東市、角町との境界付近で、花博記念公園鶴見緑地の南東に位置する。教育課程は、全日制課程の普通科。生徒数は2012年の場合、1学年8クラス計240人。 かつて段階ジュニア世代の進学した1980年代に比べ半分以下となり少人数授業となっている2014年に大阪国際大学と2016年に甲子園大学甲子園短期大学と広大連携に関する協定を結んでいるかつて毎年1クラス分の生徒が中途退学しており中退防止が喫緊の課題だった そこで2006年、卒業生のスクールカウンセラーの助言をもとに、ラグビー部顧問で体育科教諭を中心として、授業にピアメディエーションを導入した。ピアメディエーションは、仲間による仲裁を意味する語で、言葉の通り役割演技を生徒たちに行わせる。生徒二人が揉めている設定のもと、別の生徒が解決策を導くという内容で、欧米で、 一般的に行われている手法といい、生徒は、この授業を受けていろんな人の内面をよく見るようになった、今まで話せなかった子たちと話せるようになったという。導入の際、職員会議で猛反対にあったものの結果的に、成功し、かつて、半分以上だった、中退率が劇的に改善し、10%以下に下がり、大きな成果を上げている。 効果は1976年に制定。東風福春は、東から寺の歌詞の通り、高知は、学区の西東に位置していた。制服は1990年に改定。青色を基調にしたブレザー。パンツ、スカートを組み合わせる。雨の通学でも大丈夫な撥水加工がなされており、自宅の洗濯機で丸洗いできる、使用クラブ活動では、 ラグビー部が大阪の古豪として知られ、全国高等学校ラグビーフットボール大会に3回出場した。校舎は半世紀前の開校時の建設で、旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このために1009年度から改修を行った。ありがとうございます。